皆さんこんにちは。堺市長の竹山でございます。サドルの皆さんからぜひヨドバシカメラの前で話してくれないかということでオファーがありました。若い人が民主主義や自治について考える、本当にこれが大事やと私は思って今日来させていただきました。堺は一昨年9月堺市長選挙で問われたのはまさに堺は一つ、堺を潰すなということが問われたんです。ここの市長さんが堺に乗り込んできて堺は二つや三つに割った方がええんやと言いました。私はそんなあかんやろ、市民もみんな堺は一つやで、昔から自由自治都市やというふうなことで追い返したんですわ。今度もまっとうな大阪府、大阪市を作っていくという大きな大義のもとに、考え方は違っても一つにならなければならないと思います。よろしくお願いします。今の維新政治がおかしいのは3つあると思います。一つは嘘をつく政治、ごまかす政治。5月17日橋本さんはもう政治家辞めると言いましたね。松井さんは民間人に戻ると言いましたね。戻りませんがな、そのまま政治に携わって陰で動いてます、表でも動いてます。そういうごまかしの政治にノーと言わなければなりません。もう一つ、堺で大きなことは全国高速鉄道80円値下げしたと松井さんは言うてます。これは嘘です。彼は10円値下げでハゲタカファンドに売ろう思ったんですよ。今になって80円値下げやったん自分やと。堺の市民はみんな知ってますよ。大阪府民は騙されたあかん。しっかりとそのあたり、もう嘘の政治が大阪の関係していたかと思います。第2に貧困政治からも我々はしっかりとノーを言わんとあかん。貧困政治はあかんと、大阪から出ていけと言わんとあかん。政党交付金のふんどり合戦6億円、あれを5月17日の広告会社に払うたびに泥を持てんですね。私たちの税金ですよ。そういった税金の奪い合いをしているこんな政治、許していいんですか。堺でも一緒です。出してもない政治ビラを、チラシを1000万円以上架空に請求して、あたかも今それは出てませんでしたというふうな堺の市議会議員がおるんですよ。おかしいでしょう。しっかりと皆さん、貧権政治からも大阪は変わっていかんとあかんと思います。3つ目、もう一人の政治家に頼る政治はやめましょう。わけのわからんリーダーシップを発揮する政治家から我々はもうレッドカードを突きつけんとあかんのですよ。民主主義というのは皆さん方が熟議して熟議して、それぞれが話して決めていくもんなんです。一つ一つ人と人の結びつきで、それぞれの考え方を話しながら形成していくもんなんです。向こうの党大会見てください。橋本さんが言うたらみんなその通りや。そんなんは真っ当な民主主義ではないんです。
この3つの嘘と偏見と、まさに独裁から大阪府を、大阪市を解放しなければならないと思います。今、大阪は危機を迎えています。若い人が正規雇用として働く場がなくなっています。10年間で901社が大阪から本社を移しています。若い人が安定的な雇用をしっかりとやっていく、こういうふうな経済政策や企業に対する働きかけ、何もやってない。だから大阪は地盤沈下するに、本当に構造にとらわれて、そういう制度論の話をしてるからダメなんです。2番目、人材が集まれへんようになってるんです。警官や教員という、本当に私たちを安全安心や教育を、子供を任す人が大阪に来なくなっている。これは橋本さんや松井さんが教員や警官を賃金カットしたからなんですよ。優秀な人材をしっかりと集めていく、こういう大阪にしなければならないんです。さらには文化、芸術、若い人が文化や芸術を語る場、だんだん少なくなってますね。古典芸能、文楽、落語、追い出しにかかってますね。我々の文化や芸術は誇りなんです。大阪人の誇りなんです。こういったものを大事にしなければならないんです。大事にするような政治が今我々に望まれてます。4つ目、福祉が弱いもんがないがしろにされる政治がもうストップしなければなりません。さらには子育てしている人への支援、社会は所得制限なしに子育ての医療費は中学3年まで500円以下。しかし大阪市は所得制限をつけてるから、子育て世代で共働きは排除されてんですよ。そういったことをしっかりと、弱い者、子どもやお年寄り、障害もしている人、そういった人に目配り、気配り、傘上げできるような政治が今必要なんです。私たちはそういった政治の原点、政治は生活です。生活をしっかりと守ることが政治、そういった原点を抑えなければならない。私はよく言います。政治は ABC が基本や。 ABC の A は当たり前のこと、 B はバカにせず、 C はちゃんとやる。 ABC をやるのが政治であって、パフォーマンスの政治はもういらない。私はそういう意味で皆様が共に、この大阪が、大阪市が、堺市がしっかりと連携しながらスクラムを組んで、人と人の絆、地域と地域の絆、そういったものをしっかりネットワークを張りながら旗揚げしていく、そんな大阪を作っていく、栗原貴子、柳本明、この二人と一緒になって頑張ります。考え方の違い、立場の違いを超えて頑張りたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。続いて、はい、平松さんお願いします。皆さんこんにちは。勝手に栗原柳本応援団第1号を名乗っております、平松邦夫です。皆さん、2号、3号、誰や言わんといてください。皆さんが1号なんです。皆さんが1号で先頭に立ってもらわんと、あ
相手強いですぜ。嘘を平気でつきます。一切恥を知りません。こういった風潮が大阪から生まれて、大阪だけではなくて箱根の山越えて東京にも行って、維新の東野とかなんかわけわからん名前がいっぱい、わずか数年の間にここまで仲がよく見えたのに、翌日はまるで長年の敵であったのようなことを平気で言う。あんたに見る目がないだけやんか。それと同時に、自らに組みしないもの、つまり自分を味方にしない場合、自分の味方にならへん場合は徹底的に叩く。私ボコボコに叩かれてます。藤井先生もボコボコに叩かれてます。ええやないか、別に私間違ったこと言うてへんもんっていうところが一番強いんです。間違ったことを言わない。そしてここでご紹介したいんですが、竹山さんがようけしゃべったんで、私の持ち時間あとちょっとしかありませんので大丈夫ご紹介したい話があるんです。さっきからずっとお話聞いておりましたら、維新の会というものが、維新政治というものが何を目指しているか。これは一つの価値観、従わないものはされ、従わないものは敵である。これが維新政治の本質やということが分かります。それと同時にあの人たちが描いている社会というものはどういった社会なんでしょうか。一生懸命手に汗してものづくりに励み、先祖から受け継いだ技術を次へつないでいかなあかん、そんな思いどこにもありません。売れるもんは今売ってしまえ、その金自分の懐に入れたらええやないか、そういう人たちであると私はもう見限ってます。大阪府民の皆さん、市民の皆さん、こっから生まれた維新なんです。ここが発祥の地なんです。この発祥の地にその根っこが奥深く埋まっているとしても、その根っこをほじくり返して葬り去るのが11月22日じゃないですか。知事候補予定者の栗原孝子さん、11月1日の事務所開きですごいことを教えてくれました。今の知事が一体大阪の経済をどう考えているかという話で、私 YouTube でどんどん皆さんシェアしてくださいということを挙げています。まだご覧になってない方はぜひご覧いただきたいと思います。ある新聞社で現職知事との市場対談がありました。栗原さんとの対談、ご存知のように公認会計士と税理士という資格を持って3人の娘さんを育てた肝っ玉母さんとは見えないけど、ものすごい肝っ玉母さんです。というのはどういう話か、つまり今後の大阪の経済をどう考えておられますかということに対して現職知事が答えたのは、イノベーション技術などが一生懸命やっている人たち、イノベーション技術が発展する社会を大阪から作るんや、どこででも作れる、誰でもできるようなものは東南アジア賃金の安いところに任したらええねんって言うたんや。大阪府下 98% が中小企業やということをこの方は知らんのや思います。4年も知事やってはるんです。4年も知事やってそういうことしか言えないことに対して栗原さんは怒り心頭に発したと言います。で、そのすいません、これ言うていいのかな、その事務所開きの時にいっぱい聞いてはった人がその話を聞いた瞬間にアホやって言うてます。そしたら栗原さんがそれ聞こえてアホですって言ってしまったのが動画に流れています。ついていくんですか、この人にもう4年。強いんですよ、選挙強いんです。しかし栗原孝子という
本当に私も数週間前まで名前も存じ上げなかった。その人が日々自分に与えられた責務の大きさを感じ、それに立ち向かおうと多くの大阪府民に訴えたい。今のまま言ったら大阪は世の中の笑いもになる。それと柳本明市長選挙の候補予定者、ずっと私は市長時代、彼と一緒にいろいろな仕事もやってまいりました。間違いのない真っ当な大阪ということをおっしゃってる柳本さん、真っ当な大阪というのが大阪市長選挙の一番のスローガンになることを恥ずかしいと思わなあかんです。なぜなら今真っ当やないからなんです。そして栗原さん、真面目に大阪、これも同じです。今真面目にやってないからだと思います。皆さんの力を借りて、この11月22日が5月17日のように多くの市民府民が結集して維新を退治しましょう。どうもです、ありがとうございました。ありがとうございました。いや本当にありがたいです。こうやってその市民のこういう運動にこうやって議員の方々が本当に、ごめんなさい、市長でした。市長の方々がこうやって来るのってそんなないですよね、多分。俺聞いたことないんでこんなことでも本当力もらえるんで、こういうの本当ありがとうございます。ありがとうございます。もう一度このお二方に拍手をお願いします。ありがとうございました。